もクルスです。今日は夏服購入品紹介をしていきます。今回はねザラで購入してみました。それでは早速紹介してみよう。はい、このままいきます。ちなみに現在ザラではサスティナブルな商品だったり、あとはリサイクルとかにも積極的に取り組むジョインライフっていうプロジェクトが立ち上がっているようです。私が今回購入した中にもいくつか当てはまるものがあったので、商品紹介の中にジョインライフのポイントを書いておこうと思います。始めるよ。今回はウェブ通販で購入しました。なので実店舗には足を運んでいないんですけれども、全部ねもうネットで携帯で見て、あこれかわいいこれかわいいって思ったものを購入しています。でどんだけ買ったんっていう話なんですけど、そんなに量は買ってないんですけど、オーダーしたら別々の倉庫から配送になりますっていうことでね、ワンオーダーの中で2箇所から配送されてくるっていうまさかのこうミラクルが起きました。なのでこう2つの箱に分かれているんですが、もう私すでに着ちゃってるんです。1着そうなの、これなんです。このトップス、フリル付きポプリントップス S サイズ4990円。こちらはジョインライフの商品です。オーガニックコットンを 100% 使用しているっていうからすごいですよね。4990円でオーガニックコットン100、さすが大手さんって感じしますね。で、着てみた感じなんですけれども、ちょっとね生地感はやや厚めです。フリルがある部分もあるので、それでより一層ちょっと厚みは感じるんですが、逆に言うとねボリュームがたっぷり出るのですごくリッチな着心地でした。首周りのところには滑り止めのゴムとかは一切ついていないので、太めの強いゴムが1本ぐるんって入っている、それでホールドされているっていう感じですね。で全然も安心して着ることができました。もうねウェブストアで見た瞬間に、わかわいい何これって思って、もうこれは即決でポチりました。ただなんか人気商品なんでしょうね。一番ちっちゃいサイズ、それがなくって XS っていう表示かな、なんかそのワンサイズ上のサイズを実は今回オーダーしています。それしかねちっちゃいのがなかったんですよ。で届いてもうこの動画を回す前にね、待ちきれんということで私は一回これを試着してしまったんです。本当は開封動画にしたかったから、もう初見で本当のリアクションを撮りたかったんですけれども、着たかった、だからもう着てしまっているっていうことなんですけども、やっぱねちょっと大きかったの。どこが大きいかって感じたかっていうと、もう完全にここだ、ここが大きいっていうのはねもう致命的なわけですよ。もう落ちちゃうからホールドできるなんかゴムみたいなのとかはついていないので、本当にゴム1個でこうホールディングされてる感じなんですけれども、これがねちょっとやっぱりワンサイズ上げたら緩かったんですよ。インポートのブランドってやっぱりワンサイズ違うだけで2センチ3センチ身幅が変わってくるっていうのが結構多くって、どこのブランドも、あとは個体差もあるので、やっぱねメイドインジャパンのそのねジャパンクオリティぐらい細かくきっちりしてないわけですよ。だいたい店舗で見るときはこう同じ商品でも物を私は合わせて、あちょっとサイズがこっちの方がちっちゃいなとか大きいなとかっていうのを見ながら、自分が好きなサイズ、この洋服だったらジャストで着たいとか、ちょっと大きめに着たいとか、身幅がやっぱこっちの方がちっちゃいんだったらこっちの洋服選ぼうみたいな個体差を見て店舗だと選べるんですけど、やっぱねウェブ通販だとそれができないので、もうお任せして届いたものがはい私の分っていう風になるのが、まあ一つねウェブのこうデメリットっていう言い方はあれだけど、まあリスクではあると思うんですよ。ただ大きかった部分がそう、ここだけだったの、大きいって感じたのが、別にこの裾のところがこれ以上、逆に言うと短くなられると
ちょっと私はきついな、これ以上お腹は見せれないなという意味で、逆にサイズアップしてよかったかもしれないと思いました。で、ちょっとそうだよね、これ着ちゃってるから見せれないんですけど、分かりやすく言うと後ろのここの部分なんですけど、それを私はね、だいたいこう自分でお直ししちゃうんですよ。お家に届いたものってこうやって何センチぐらい詰めてんだろう、4センチみたいな感じでキュッてここつまんで縫っちゃってます。だから後ろで多分見てもらってもそんなに分かんないと思うんですよ。どこ縫ってるかってあんまり分からないと思うんですけれども、あのギャザーが寄ってるからね、余計分かりにくい服でありがたかったんですが、いつも頼んでるサイズじゃないとね、やっぱりちょっとサイズ感のそういった問題は発生しましたが、まあクリアできたということで、このお洋服はもう大活躍させていこうと思っています。それでは続いてのお洋服、続いてはこっち側の段ボール。あ、なんかね、そう見て、今匂いがついてきたの。今ザラとジョン・マローンのなんかコラボの香水を出しているらしくって、めちゃくちゃいい香り。ちょっとこういうさ、お試しカードにこうシュシュって香水がしてあるのってすごいうまい買わせ方ですねなんかこう、あ、この匂いいいわ。ちょっと、まあ、自粛もね、気をつけながら外出を今後はしていくということで、店頭でね、いろんな香りがあるんだったら実際嗅いでみたいなっていうふうに思いました。素晴らしい、このサジェストは素晴らしいと思います。で、続いての商品が、はい、こちら、ビューン、スカートに見えるけれどもショートパンツっていうやつです。なんて言うんだろう、このキュロットっていうのかな、ギンガムチェックバミューダブラックの XS サイズ4,990円。こちらもジョインライフの商品です。ペットボトルとかのプラスチックをリサイクルしていて、それをね 25% 以上使っているそうです。はい、今クリスさんが着ている雰囲気のがね、後ろから見るとね、そうなんです、こんな感じでちゃんとしたショートパンツになっております。これはあのむーちゃんのお散歩用に私は使いたいなと思って、もう本当にシンプルに T シャツに合わせるつもりで購入しました。なのでこんな感じのコーディネートで合わせています。もうね、本当風に吹かれて今バカあると思うんですけど、全然こうね、ここの部分はピロンピローンとかなっても全然いやらしい感じにならないので、ミニスカートはさすがにもう履けないし、ショートパンツも履けないなって思うけど、これだったら嫌悪感なく着られるっていう意味で選びました。ここの本当なんていうだろう、リボンっぽいデザインがすごい気に入って買いました。しっかりとね、ここ、あ、すげえ、今わかった、リボンが本当にリボンになってここに通されている別にでもこれは、あ、取れるけど、取ったからって言って何って話なんですが、こうやって本当にリボン状になって入ってます。これもね、あのむーちゃんのお散歩用に使いたいと思います。あとはワンマイルウェアとしてね、ご近所着で使おうと思っています。はい、これもう本当サイズもぴったりだったので、何センチだっけ、はい、 XS でございます。4,990円、いいお買い物でした。これは本当にギンガムチェックが夏らしくて可愛いよね。大満足です。続いてはこれ、サンダルです。すごいね、ちゃんと不織布に入ってきているっていうね、ガードがされている素晴らしいコンポ。クリアヒール付きビニールサンダル5,990円、ヒールの高さは 9.8 センチです。もうこれは結構皆さん紹介されている方がいたり持っている人も多いと思うんで、私もまさにそういったレビューを見て購入したアイテムです。クリアのね、夏っぽいサンダルが欲しいなと思っていたのと、あとはこうガシガシ履いていけるっていうのと、
もう一個がどんなお洋服にでも合うっていう、この3つの条件がこれもねクリアできた靴だと思っております。サイズは私は一番ちっちゃい35っていうサイズを購入しています。こんな感じです。ほんとかわいいクリアのビール、もうめちゃめちゃかわいいよね。シンプルイズベストって感じ。ザラの靴は結構優秀だと思っています、私は。ただ、まあ、履き潰しても後悔がない価格感かな。サンダル、綺麗な足のラインが乗ってくれるサンダルだと思います。で、続いてが最後よ。最後よ。いっぱい買ったって言っているけど、そんなにすっごいもう大量、そういうこと、1,2,3,4かとかね、私からしたらすごいですよ。はい、続いてはじゃじゃーん、ジーパンです。 ZW プレミアムマリンストレートデニムパンツエクリュ5,990円。こちらもジョインライフの商品です。水の消費量を削減して生産されています。このデニムのポイントはハイライズデニム、バッグにパッチポケット、裾はカットオフ仕様、メタルジッパー&トップボタン止め。これも結構いろんな人がなんかレビューしてるやつだけど、本当に形が良くて、実は私今履いているブルーのデニムもこれと色違い。ZW プレミアムマリンストレートデニムパンツブルー5,990円。商品の特徴はダメージテイストのハイライズワイドレッグデニムパンツ、バッグにパッチポケット、裾はカットオフ仕様、メタルジッパー&トップボタン止め。このデニムは本当に形が綺麗です。ウエストから裾に向かっているこのちょっとワイドになっている絶妙な形、これがね足長効果があります。ベルトループはついているので、もちろんベルトをしても可愛いと思うんですけど、こんな感じで普通にベルトをしないで履いても、一番上にあるねトップのボタン止めがアクセントになってくれていて、様になるデニムだと思います。このパンツのいいところはもう本当にね、このウエストの位置の高さね、これに尽きると思います。あとポケットがないので、ここのラインがねすっごいスッキリしてるんですよ。後ろポケットしかないので、普通ね前にこういう状態でポケットあると思うんですけど、それがないっていうのがねすごいポイントだと思います。めちゃめちゃスタイルアップして見えるんですよ。これ長さも実に絶妙で、私身長が159ぐらいかなですけど、本当にこれね、切る？切らない？切らない方が綺麗かもみたいなぐらいの長さですもう履いてもらったらわかる。本当にここの切りっぱなしのこの感じがね、実にいいです、実にいいです。はい、ジーパンそんな感じです。あまりにも形が良かったので、違う色欲しいなって思った時に、白やっぱり夏っぽいパンツを1本欲しくて、今回これを購入しました。購入したサイズはこれもそうなんだけど、全部ね34、色によっては32っていうのもあったんだけど、ウェブでは完売していたので、店頭だったらもしかしたらあるかもしれないんですけども、一番ちっちゃいサイズの34、今入っているブルーのこのデニムと同じやつです。このセットアップは今、私がくるくる回ってた動画で出てたと思うんですけど、それの色違いっていう感じですね。これも撮影するか。撮影今しようと思ってるんで、多分この辺で私がくるくる回っている姿が映ってると思います。
履いてみた時の、ヒップ周りのね当たりとかもちょっと皆さん気になるんじゃないかなと思って、あえてかがんでみたりとか、あとちょっとねヒップラインが分かるようなポージングをしてみましたけど、特に気になるようなこともなかったので、ホワイトデニムですけど安心して履けると思います。はい、そんな感じの洋服4点今回はザラで購入しました。だいぶね厳選したアイテムを購入したんですけれども、本当はこれ以外にも欲しいなって思うものがたくさんあったんですが、他のブランドのね展示会で届くものがあと1アイテムあるので、それはねまた別ブランドの購入品紹介で出せるんじゃないかなっていうふうに思っています。皆さんの何かこう購入の参考になれば嬉しいです。というわけで今回はザラのこの夏購入してみた商品のご紹介をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。